忌まわしき運命と共に闇に帰れ。なるみ歩む、教えてくれ。俺たちが生きている意味を。俺は兄貴じゃない。ましてやブレードチルドレンでもない。俺に何が答えられる？俺なんかに。一体何考えてんのかしら、あんなスピード出して。いいんじゃないですか。命をどう使うかは彼らの自由。彼らはただ自分たちのルールに従って生きてるだけですよ。ブレードチルドレンもそうだと言いたいの？あなたもブレードチルドレンなんでしょ？何も見えませんね。雨、朝には上がるといいな。こんな時でも眠れるのか。おはようございます、ラザフォード様。朝食をお持ちしました。ラザフォード様、ラザフォード様。帰ってきてよ。朝食、買ってきましたよ。
ちゃんと出るようにしましょうね。なんか用か？ご飯食べに行きましょう。ほら、今日はとってもいい天気ですよ。昨日の雨で空気まで澄み切ってるって感じなんですよね。こんな日に出かけないのはそれこそもったいないの極みです。さ、行きましょう。忌まわしき運命と共に闇に帰れ。出てくれよ、涼子。はい、どうぞ。天気はいいけど暖かいのにしときました。そんなにしげしげ見ないでください。私だっておむすびくらい作れるんですから。うん、なんて美味しいんでしょう。ちょっと今まで味わったことのない味です。ささ、遠慮なく召し上がってください。あ、遠慮なくどうぞ。あそこのパン、すごく美味しいんですよ。何が狙い？どうして私に接近したの？どうして僕を助手席に？あなた、清高さんを知ってるんでしょ？彼のこと教えて。知ってどうするんです？清高さんは今、どうしているの？それは会いたいでしょうね。でも考えてみてください。清高が生きているとしても、なぜあなたに何も連絡をしてこないのか。結局清高は生きていたとしても誰の助けも力も必要としない。あなたの存在もね。何が言いたいの？清高はそういう人間さ。もっとも僕は清高がそんなに全能だとは思ってないけど。運命には逆らえねえのかよ。ブレードチルドレンは。あなたたちは一体何者なの？なんとも答えにくいですね。世間に知れたら都合が悪い存在ではあるようだけど。そう言われるとそんな気もしてくるな。あるいは存在してはいけないのかも。でも都合が悪いとか存在してはいけないとか僕ら自身に判断できるはずがない。存在している限りこのまま生きているしかない。それともこの世から消えるべきなのかな。まともな話はできそうもないわね。恐れるのは当然ですよ。え？恐れる？私が何を？だったらどうして僕なんかについてきたのかな。あなたは信じ続けられないんだ。清高に見捨てられたんじゃないか。その真実を知ることへの不安。
私は清高さんを信じているわ。違う違う、そうじゃない。あなたは不安なんです。私は清高さんの力になりたいだけよ。そして必要とされたい。清高はあなたの前から姿を消した。何も言わずにあなたの前からいなくなった。強がらなくてもいいよ。強がってなんか。あなたは間違ってない。決して間違ってない。自分に素直であるべきだよ。信じて待つのは疲れるだけだ。任せるよ。そうですね、アウトドア系がいいですかね。やっぱりあったかいし、日向ぼっこを兼ねてのんびり楽しく過ごせる感じ。そうだな。とりあえず歩きますか、腹ごなしに。実はパスタなんですけど、いいですか。うん。よかった。新しいお店みたいで、この間発見したんですけど、なんかとっても可愛くて一度行ってみたかったんですよね。でも一人で入るのはちょっとなって感じなんで、お付き合いのほどよろしくお願い。ん？あ、待ってくださいよ。涼子。私のことなら気にするな。今どこだ。気にしなくていいよ。うちか。涼子。涼子。分かってたけどね、初めから。分かってたんだ。そんな言い方するな。俺がなんとか。相手は運命なんだよ。どうにもならない。俺はせめてお前だけでも。無理だよ。所詮私もブレードチルドレンなんだ。だから俺がどうにかお前だ。何を待っているの？待つのは疲れるって。水の流れを見ていると心が落ち着く。なんでだかわかりますか？僕たちは海から生まれたからです。生命は皆海から始まったんだ。みんな。なのに僕たちは海には帰れない。苦しみだけの世界に生きるのなら、いっそ滅びた方がいいのか。どうして滅びなければいけないの？死は自然の摂理だ。何ら恐れるには当たらない。ただ一人は切ない。話して。何か力に。僕も知りたい。運命の果てを見てみたい。だったらなおさら。もう手遅れだ。清高とその弟のおかげで。はあ、何も話してくれないんですね。成美さん、昨夜何があったんですか？何も。嘘です。何かありました。それは何ですか？何もない。ただただただ全てが終わった。全て。こんにちは。アイズ君まだ帰ってこないんです。どっか行っちゃった。清高はどういうわけか歩夢君を高く買ってるんだ。ブレードチルドレンを救う鍵だと言ってね。歩夢君も少し首を突っ込みすぎた。
狙いは私じゃなくて歩む。そうなのね。もしもし、お願いです、何か言ってください。ごめん。なんでですか？もう俺に構わないでくれ。時間を無駄にするだけだ。なんでです？リオさん泣いてたんじゃないんですか？ナルミさん！ほっといてくれ。なんで？なんで？そんなのナルミさんらしくないです。俺はずっとこうさ。何一つ満足にできたためしかない。ナルミさん！もういいんだよ。私の知ってるナルミさんはどっかに行っちゃってるようですね。しょうがない、帰ってくるまで待つとします。どっかでナルミさんに会ったら伝えてください。気合い入れろって。それじゃあ失礼します。苦しむ者にまやかしの希望を持たせるのは罪だ。許すことはできない。なぜなら運命を変えることはできない。すべて初めから定められていたんだ。誰にも死があるように。あなたが清高に捨てられたのも初めから運命づけられていたんじゃないかな。良い船旅を。始めようか、ナルミ歩む。俺はずっとこうさ。何一つ何一つ満足にできない。もう俺に構わないでくれ。やめろやめろ、やめてくれ。俺に構わないでくれ。よろしく、歩夢くん。姉さん。姉さん。はい。お姉さんを預かってる。姉さんをどうした？待て！これ以上俺はあんたらに関わるつもりはない。ついてきなよ。